もう一回、こんにちは。素晴らしい。俺は元気、みんなは元気、元気なら手を叩こう。楽しい時間を過ごそう。ネタはいっぱい用意してきたぞ。俺は元気、みんなは元気、元気なら手を叩こう。恥ずかしがらないで、みんなで楽しもう。大きな声出して、みんなで元気よく。みんな元気？その調子だ。それじゃあみんなで楽しもう。俺の歌が聞きたい？それとも面白いお話にする？じゃあ歌がいい人、お話がいい人、よし、お話だ。 OK、 ポーピープ危機一発だな。みんなはポーピープ知ってるか？そう、ウッディのガールフレンドだ。ふわーっとしたスカートを履いて、素敵な帽子をかぶって、素敵なステッキを持ってる。そしていつも羊を連れてるんだ。これからするお話はボーピープの農場での出来事。みんなにはボーピープの動物たちの役をやってもらうぞ。いいか、俺が羊って言ったらみんなはメーだ。練習しよう。羊、おいおい、みんなで言ってくれ。全員で羊。お話の中にはオオカミも出てくるぞ。オオカミの鳴き声はあおー。みんなでオオカミ。おい、狼の声はもっとでっかいし、もっともっと怖いぞ。ああ、お腹空いてるからな。全員でだ。狼。よし、じゃあ豚はなんて鳴く？ブーブー。そうだ、じゃあみんなで豚。ブーブー。おー、かわいい豚ちゃんだらけ。もう一回、豚。牛は、もっと大きく。全員で牛。いろんな動物が出てくるぞ。集中して聞いてくれよ。それではお話の始まり始まり。ある日、牧場での出来事。ボーピープが羊とお散歩に出かけました。すると林の中からなんと恐ろしい狼。お腹を空かせた狼。ボーピープ大ピンチ。ボーピープと羊は牧場の向こうにあるお家を目指して全力で走りました。走る羊、一緒に豚、牛も逃げる、鶏も、モグラ。多分正解。俺も聞いたことない。うわ、迫る狼、悲鳴を上げる羊、牛も逃げる、豚も、鶏も。鶏多すぎだろ。あ、この先行き止まり。さあどうしよう。ついに追いつかれた。目の前には狼。もうダメ、絶対絶命。追い詰められた羊、牛、鶏、豚。その時ボーピープがひらめきました。そうだ、みんな一斉にガオーって叫ぶのよ。
みんなでせーの、おっと、オオカミはみんなの声におののいてどっかに行ってしまいました。よかった、拍手。みんながホッとしたところにウッディが現れました。やあボーピープ元気？というとボーピープは、今日はたくさんの友達ができたの、みんなウッディにガオーってご挨拶しましょう。せーの、ウッディは驚いて逃げてしまいましたのさ。おしめー、みんなで拍手。楽しかったな。ミセスポテトヘッドも俺も友達といる時が一番楽しいんだ。そうだ、友達の歌を歌おう。この歌知ってる？知ってたら一緒に歌ってくれ。友達の歌。俺がついてるぜ、俺がついてるぜ、辛いことばかりでも君はくじけちゃダメだよ。思い出せよ友達を、君のすぐそばにいつも俺がいる。俺たちは友達だぞ。この後も素敵な一日を過ごしてくれよ。おそうだ、いいか、遊んだ後は片付けてもらえ。大事な耳が掃除機に座れたら大変だからな。掃除機に向かってお話しするのは嫌だわ。それは掃除機の気持ちだ。オオカミアオー。皆さん、ミスターポテトヘッドに大きな拍手。それではこの後もここトイビルトロリーパークで楽しいひとときをお過ごしください。どうもありがとうございました。